お夕食です。家業様、大鍋は使いどころが難しいですが、お玉やかき混ぜ器はとっても役立ちそうです。ありがとうございました。なんのなんの。お夕食のご用意ができました。もうそんな時間か。お口に合うかどうか心配ですけど。そうだな、じゃあいただこうか。ミントがどんな食事を作るのかも興味ある。食卓がございませんので、こちらの机で。これを食べて元気を出してください。なあ、元気が出そうだ。ゆっくりお召し上がりください。まだたっぷりとあります。ミントは食べないんだな。私は電気で動いていますから。充電とかしないのか。核融合ですから、家庭用電源では意味がありません。そうか、すまんな俺だけ。いえ、阿行様のお食事を拝見するのが好きですから。阿行様。ん？美味しいですか？ああ、デリシャスだ。どうした？デリシャスというのは？美味しいという形容です。そんなことではありません。なんだよ、押し黙って。なぜか変な感覚が襲ってきます。どんな？胸がじんわりと温かくなるような。変ですね、私。ミントに移植されたという元の人間の記憶だろうか。一体誰だ。食が進んでいませんが。ふう、もう食えんよ。おかわりはいかがですか。いや、もうお腹いっぱいだ。わかりました、後片付けをしておきます。どのようなものが食べたいかリクエストをお願いします。そうだな、牛丼の牛抜きがいい。それではご飯だけになってしまいます。ずいぶん考えたみたいだぞ。こんな食生活でいいのだろうか。なんだ今の声は。断末魔の叫びみたいだったぞ。まさか七海遥の言ったうめき声とかってこのことか。いや、あれを見ろよ。
この間目撃した例の学生連中はどうしたのだ。女は一人二人使えそうだったので外国移送した。他は全員これだ。この移送で全て終わりだ。サンプルは全て揃った。ああ、ゴーストの噂になったのは計算外だったかな。例の計画にはサンプル数が必ず必要になる。この女たちには偉大な研究に協力してもらうってわけだ。光竜様は何を焦っているのだ。例の計画に人生かけてるみたいだからな。組織内での地位を確立させておきたいのだろう。そこの女はどうする。俺のアイアンクローの餌食になった女だ。その手爪は本来毒薬薬を塗るそうだな。一振りで致命傷になる。散々痛めつけたわ。さすがにはかんな。このまま埋めるか。いずれにせよ用済みだ。知られたからには生かしておくわけにはいかん。動くな。何者だてめえというてめえは何者だ。何者だてめえは何者だ。お前頭悪いだろ。なんだとよ。やめておけ。爪と鉄砲じゃ相手にならんぜ。それよりも今の銃声で警察に通報される。いいのかい。お前を生かしておいたのは撃たれたグラさんをこのままにしておきたくなかったからだ。わかるな。今日のところは引きな。名前だけは聞いておこう。山田五郎だ。山田五郎、その名前決して忘れんぞ。まあしっかり覚えておきな。さて、あとは女たちの解放と警察への通報、伏せ姫の手当。さっきまでここに倒れていた。あの鉄爪の男は、いや、そんな暇なかった。一人で歩いていた。あの爪。動くな小僧。動けば俺の刃が
ら貴様を斬る。やつの仲間まだいたのか。だが手配しなかった。チッ、できない。貴様と縁があるようだな。久しぶりだな、ゴリラ野郎。仮の名を鬼丸という。そうかい、俺はジョージ・ワシントンだ。伏せ姫を助けにやってきたが、代わりに貴様が連中の相手をしていたというわけだ。ってことは、あんたらは伏せ姫の仲間か。残念だったな、さっきまでここにいたんだが。いろいろと邪魔をしてくれたよ。交流亭でも。そのあたりの事情をいろいろと聞かせてもらおうか。夜遊びはママに怒られるんでね、せっかくのお誘いだが。どうしてもと言ったら。やめておけ、ゴリラ野郎。これが目に入らんのか。貴様の喉元に突きつけられている刃より早く撃てるという。さすがに幽霊騒動が起きる公園だ。ヤクザに鉄爪男、そして忍者と来たか。僕ら。しかし時代錯誤もいいところだな。少しはテレビで流行を研究しろ。貴様は頭はいいが利口ではないな。俺のセリフだ。納税者にこんなことをしていいのかい。なるほど、ますます来てもらおうかな。しょうがない、ここは一旦引き下がるか。まだ奴らとの決着はついちゃいない。どうも妙なところへ連れてこられたな。海辺の使われていない倉庫か。ここへ目隠しなしで連れてこられたということは、俺の命も先行き不透明だな。目隠しをしなかったのは、数日でこの場所が放棄されるからだ。ほう。だがそれは貴様の命が助かるのと同義ではない。ありがたいね。アギョー・ソーマ、アイドラーライセンス A クラスのディテクティブ。携わった案件はこれまで820件、解決した案件は811件。そのうち 90% 以上が凶悪犯罪、政治疑獄、国際事件など犯罪史に残る案件。潰した闇の組織は14、うち極悪犯罪組織アウトフィット関連が9。まさに驚くべき戦績だな。アギョー・ソーマ、お前前世で一体何をやった。好きでそうなったわけじゃない。向こうから挨拶しに来るのさ。いつぞやの三剣邸では見事犯人を暴いたそうだ。ニュースで見た。ハイカラな忍者だな。新聞も読むのか。インターネットだ。なぜ貴様は三剣邸にいた。なぜあの時間に公園にいた。貴様に関しては謎だらけだ。俺が誰かに聞きたいね。行く先々で凶悪事件が起きてくれる。警察に目をつけられるまで大迷惑だ。あの鉄爪のやつは一体何だ。指名手配番号3442、女をいたぶるのが三度の飯より好きという神聖サディスト。そうか、ぶっ倒しておくんだったな。我々がなぜ貴様をここへ連れてきたか、理由がわかるか。俺がおとなしくついてきたのは、あんたらの正体と目的を確認するためだ。連れてこられたわけじゃない。
我々の正体は察しがついているんだろう。公安第4課、別名クラッシャーディビジョン。お前らの通った後は草木一本残らないらしい。おおむね当たりだ。これが身分証明書だ。本物だ。以前一課のを見たことがある。公安委員会の認定が押印されてる。この忍者装束の連中が俺たちの血税で働く公務員ってわけかい？ビバデモクラシーだな。宮遣いには違いない。予算を決定した連中は今日で見限ろう。次の選挙からは野党に投票するぜ。我々は特殊な体術や技能の集団でね。悪い奴らがいると懲らしめに行くんだよ。かなり特殊な集団みたいだな。このなりを見れば普通だ。だが拳銃などの物理な武器は使わない。刀か。そうだ、日本古来からある暗殺器を使用する。とんでもない連中がいたもんだ。そういえば、あの女たちはどうなった？首と手首を鎖でつながれていた女たちは。無事に保護されたとだけ言っておこう。そうか、ならいい。逆にこちらから聞こう。伏せ姫はどうなった？怪我をして倒れているところまで確認した。それ以降は知らん。伏せ姫というのは何だ？あんたのこれか？彼女は我々のボスだ。つまり第4課の課長会。俗っぽい言い方をすればな。なるほど。伏せ姫って女が第4課を統括している女ボスか。そもそも第3課が1年前から内定していたのが女子の行方不明、そして近隣国で見つかったバラバラ死体だ。バラバラ？そんな事件は聞いたことないな。情報を抑え内々に処理されてるからだ。報道管制か。憲法違反だ。バレればな。そういうことをやるのもうちの仕事でね。海外へ移送した後、体のパーツを切り売りされる。犯罪史に残る極悪犯罪だ。生きた臓器提供者ってわけか。無論それもある。だが真の目的はそれではない。メイヤー計画というのを聞いたことは？ある。内容は？人間そっくりのロボットを作ることだったか。なるほど、そう伝わっているわけだ。違うというのか？今のところ結果はそうであるかもしれんが、目的は違う。ん？詳しくは言えん。だがメイヤー計画唯一の研究成果であるメイドロイドが依然行方不明だ。知っているか？ミツルギ邸でも聞かれたな。悪いが知らんね。あれがアウトフィットの手に渡ったらいささかまずいことになる。あんたらの手に渡ってもまずそうだぜ。傘下が1年かけて調べた案件だ。我々にお鉢が回ってきたところでアイドラーに引っかき回されたくない。役人の縄張り根性か。あくまで上の意見だ。俺はまた別の意見を持っている。待て、話さなくていい。そろそろ帰っていいかい？ママが家で待ってるんだね。